世界の歴史。世界の歴史では、太古、地球上に現れた人類が長い歴史を経て、現代に至るまでを略述する。チャールズ・ダーウィンによれば、地球上のすべての生物は、原始生物から自然淘汰を経て、より高等な生物へ進化を遂げたものとして把握される。進化論。人を含む霊長類もその例に漏れない。人類と他の動物、他の霊長類の区別は、 古来、神学上、哲学上の主要テーマの一つとなり、諸学の発展した今日においても様々な見解があるが、直立二足歩行こそが基準であるとの考えが、有力である。それは、記録のない時代のことを証拠資料をもとに判断することはできないが、化石骨と、その湿度相違さえ与えられれば、直立二足歩行の火星は解剖学、人類学の見地からの検討が可能となるのである。 その年代は、従来約400万年前と言われていたが、今日では、約500万年前、学者によっては550万年前、ないし600万年前の年代が与えれている。約540万年前、現在のところ最古のエンジンと呼ばれる、アフリカ大陸のアウストラロピテクス族が登場した。これが、最初の人類とされている。東アフリカのタンザニアで、エンジンの一種である、 ジンジャントロプスの化石が発見された。200万年前から100万年前、アフリカ大陸からユーラシア大陸に生活の場を広げたと考えられる。約50万年前、原人が登場する。北京原人、ジャワ原人が著名である。彼らの農用量は、エンジンの約2倍、約1000ミリリットルあったと推定される。ホラー穴や貸しに住み、 喧嘩の採集や狩猟を制御としていたことが知られ、歴史的や火の使用の痕跡も確認されている。約20万年前、求人が現れた。ネアンデルタール人などの求人の脳の容量は、現世人類とほぼ同じ、1300から1600ミリリットルで、白変石器の使用が認められる。地質学上、氷河期に当たっていたため、 労を伴う住居に住んだり、毛皮の衣服を着るなどの生活上の工夫が見られる。死者の埋葬も行われており、互いに協力し合って生活を営んでいたことが知られている。原生人類が登場するのは約4万年前のこととされる。化石人骨ではクロマニョン人が確認されている。クロマニョン人が描いたとされている壁画が、 フランスのラスコーやスペインのアルタミラで見なされた。原生人類は次第に狩猟や採集などの獲得経済から農耕、牧畜などの生産経済へと移行していった。その中でも狩猟や採集が比較的困難な砂漠及び乾燥地帯などの地域かつ農耕に必要な条件である川が近くにある地域の人類がいち早く収集中を始めそこで 農耕や牧畜を行い、一定の食料を安定して生産できるように努めた。そして、それが次第に文明へと進化して行った。日本の文明の発展が比較的遅れてしまったのは、日本が森林や海など食料を採集や狩猟で供給できる十分な環境があったため、収集や農耕をする必要性が比較的低かったためという説もある。 そして、いち早く文明を築き、発展していったものが主に4つあると言われている。1つは、今のイランなどの場所に位置する、メソポタミア文明、そしてエジプト文明、中国の工画文明、そしてインダス文明。これらを総称して、世界4大文明という。また、これに、アメリカ大陸のメソアメリカ文明とアンデス文明を、加えて、6大文明とすることもある。 エジプト文明とメソポタミア文明を合わせて、オリエント文明と呼ぶこともある。オリエントとは、日の昇るところ及び、東方を意味する。メソポタミア文明は、ティグリス川流域やユーフラテス川流域、またはその間で発達した文明である。灌漑農業が発達したメソポタミア南部では、急激に人口が増え、数多くの大村落が成立し、 それはやがて都市へと発展していった。紀元前2700年頃までに、シュメール人という民族が、ウル、ウルクなどの都市国家を形成し、神権政治を行った。また、設計文字と呼ばれる文字も発明された。しかし、セムゴ系のアッカド人が彼らを征服し、メソポタミアを統一した。アッカドの王なら無神は、四方世界の王と称し、この言葉は、 四天皇の古源となった。そして、時は進み今度は、セム語系のアムル人がコバビロニア、バビロン第一王朝を建て、バビロン第一王朝のハンムラ美王は、目には目を、歯には歯を、で有名なハンムラ美法典を作った。その後、その頃には、珍しい鉄製の武器を早くから使用していた、インドイコール、ヨーロッパ語族のヒッタイトが彼らを滅ぼし、アナトリア高原。 現在のトルコ付近に国家を建国した。また、バビロン第一王朝滅亡後のバビロニアには、カッシート人、その北には、ミタンニ王国、そして後日のエジプト新王国も含めて、小王国が並立する複雑な政治状況が生じ、しばらく続いた。この時代の過程で、大陰暦が誕生し、これに修正を加えた、大陰太陽暦も誕生し、天文、 数学など様々な学問が発達した。エジプト文明はナイル川を中心として発展した文明である。エジプト文明はエジプト公王国、エジプト中央国、エジプト新王国の3つの時代に分けられる。エジプトでは国家統一以前にノモスと呼ばれる地域の政治的まとまり、領土国家、領域国家が複数存在した。エジプトでは メソポタミアよりも早く統一国家が成立した。紀元前3000年にメネスがエジプトを統一し、皇王国では王はファラオと呼ばれた。またギザにはピラミッドも誕生した。中王国時代にはセムゴ系の戦士集団ヒクソスがシリアから侵入し、国内は一時混乱したが、新王国が起こって彼らを追放し、トトメス三世、古代のナポレオンは、 シリアとヌビアを征服したが、次第に衰退し、アッシリアやアケムネス朝の侵入を受けて滅亡した。新王国時代には、スタンカーメンが存在した。また、神聖文字、ヒエログリフを使用し、太陽暦が誕生した。インダス文明とは、インダス川流域で発展した文明のことであり、位置はインドよりも、どちらかといえば、パキスタン寄りである。インダス文明は、 ドラビダ人によって作られたとされるインド最古の文明で遺跡としてはモヘンジョダロ、ハラッパーなどがある。インダス文字が作られたが未だ解読されていない。また、この頃のインダス文明では強大な権力を示す神殿や王宮が発見されていない。やがて滅亡し、インドイコールヨーロッパ語族のアーリア人が侵入し、パンジャーブ地方に住み着いた。その後、 ガンジスガーに進出し、その後、今のカースト制と呼ばれる、身分制につながるバルナ制ジャーティも誕生した。また、これらの制度を否定して、ブッダ、ガウタマシッタールタガ仏教を、バルダマーナが、ジャイナ教を開いた。ヨーロッパでは、ルネサンス、宗教改革、大航海時代が幕を開け、絶対王政が確立した。アメリカ合衆国の独立。 フランス革命とナポレオンによるフランスの第一共和制、第一訂正の後、ウィーン会議、フランスの復興制、第二共和制、第二訂正、第三共和制、ドイツやイタリアの統一、アメリカの南北戦争、産業革命など。帝国主義で列強は世界各地に植民地を形成した。平等の思想である社会主義が台頭した。 二度の世界大戦は総力戦となった。ロシア革命でソビエト連邦が誕生した。アメリカ合衆国とソ連との間で冷戦が勃発した。ソビエト連邦の解体とドイツ再統一によってアメリカが勝利する形で冷戦は終結した。十、細かい項目をたくさん並べることが目的ではありません。以下はカテゴリー世界史に含まれるサブカテゴリー または分類された個別記事の一覧である。欧米で歴史の父と呼ばれるヘロドトスが紀元前5世紀頃に表したとされる歴史はヘロドトスが知り得た時代と地域の歴史に関するもので自らが属するギリシア文明圏を超えた世界を転した最初の歴史書と言えるものであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。